アンニーバレ・カラッチはバロック期のイタリアの画家。イタリア美術における初期バロック様式を確立した画家の一人であり、イタリア北部のボローニャを中心に活動したボローニャ派の代表的画家である。アンニーバレを中心とするカラッチ一族の文化からは多くの著名画家が育っており、後世への影響も大きい。日本語ではファーストネームをアンニバーレ、アニーバレ、生を カラッチ、カルラッチなどと表記する場合もある。カラッチは16世紀イタリアのボローニャ派を代表する画家の一人である。20世紀以降、アカデミックな絵画の体調とともに、カラッチのような伝統的作風の画家は投函視される傾向にあるが、イタリア絵画における初期バロック様式の確立、古典様式の復活に貢献し、文化から多くの画家を育成した点で、 西洋絵画史上重要な画家の一人である。カラッチは1560年、イタリア北部ボローニャに生まれた。兄のアゴスティーノ・カラッチ、いとこのルドビーコ・カラッチも画家であり、西洋美術史では彼らを総称して、カラッチ一族と呼ぶことが多い。アンニーバレは3人の中では、技量の点で最も優れると評価され、兄のアゴスティーノは画家であるとともに、一派の理論的、指導者であった。 エジプトへの逃避アンニーバレは、画家バルトロメオ・パッサロッティのもとで絵画の修行をした。初期の作品には、死の影響を受けた風俗画もあるが、本領としたのは、キリスト教や古代神話に題材を取った歴史画であり、宮殿などの大規模な装飾に力を発揮した。1585年頃、カラッチ一族は、ボローニャにアカデミアデリ・インカミナーティという画学校を設立した。 この和学校では人体素描や古典彫刻の模写などの基礎技術の習得を重視し、グイドレーにドメニキーノ、グエルチーノなどの著名画家を輩出した。アンニーバレの年季のある最古の作品は、ボローニャのサンタマリアデラカリタ聖堂の卓景である。1580年代から1590年代前半にかけては、記事ボローニャで活動し、聖堂、宮殿などの装飾を、 多数手掛けているが、彼がその本領を発揮するのは1595年にローマに出てきてからである。ローマでは名門ファルネーゼ家、中でも数奇教オドワルド・ファルネーゼの庇護を受け、1597年からは代表作となるファルネーゼ宮殿の天井装飾を手掛けている。この天井画は弟子のドメニキーのグイドレーニなどを動員して制作した筆聖の 対策であるが、このお仕事に対する報酬が予想外に低かったことから、カラッチはうつ病になり、これ以後の晩年は政策が振るわなかったと言われている。バッカスとアリアドネの勝利ローマ、ファルネーゼ宮殿天井がアンニーバレを中心とするカラッチ一族の功績としては、イタリアバロック機会画における古典主義様式を確立したことがある。16世紀に成功したマニエリスム絵画は、 技巧的な構図、自然の比例を無視して引き伸ばされたような人体表現などの反古典主義的様式を特色としていた。16世紀末になるとトリエント公会議や対抗宗教改革などの影響もあって、こうした技巧的な様式は宗教画としての規範に反するものと考えられるようになり、正規ルネサンス風の明快な構図、写実的な人体把握が、 良しとされるようになったのである。カラッチ一族の様式は、マニエリスムの画家たちの技巧や奇想に走った様式とも、カラバジョ風の冷徹な写実に徹した様式とも一線を隠したもので、マニエラとナテュラとの調和が取れた様式と評された。代表作のファルネーゼ宮殿天井画は、半円筒状の天井に、バッカスとアリアドネの勝利を中心に、 多数の画面を配置した複雑な構成になり、描かれた装飾と現実の建築部材との境界が曖昧になる作詞効果を上げている。代表作のバッカスとアリアドネの勝利は、理想化された堂々たる裸体表現にミケランジェロの影響が感じられ、人物を互いに重ならないようにバランスよく配置する構図法は古典主義的である。 古典を学び消化した上で新時代の絵画を想像しようとする意気込みがここには感じられる。ありがとうございます。